リチャード・ウィルソン・ペトリーリチャード・ウィルソン・ペトリーはアメリカ合衆国の外交官。1924年にニューヨーク州ジェームズタウンで誕生。1948年にコロラド大学で学士号を取得。1950年にハーバード大学で修士号を取得。1943年から1946年までアメリカ海軍に海軍予備役として所属。 1945年から1946年まで海軍東洋言語学校に在籍。1946年から1947年まで陸軍省で人事職員を務め、軍政下の朝鮮のソウルに駐在。1949年から1950年まで実習生として国務省に勤務。 1950年に国務省に入省、情報調査局とアジア部で勤務。1957年から1960年まで日本の東京大使館で労働官補として勤務。1960年6月から1963年8月まで日本の福岡領事館で首席領事。 1963年から1967年まで極東極東アジア部の日本課に所属。1964年8月から1966年6月まで極東極東アジア部日本課長。1967年から1968年まで国防大学に在籍。1968年から1972年まで エチオピア帝国のアディス・アベバ大使館で政治担当官及び参事官。1972年から1973年まで日本で那覇総領事。1973年から1976年まで東京大使館で3時間。1976年から1978年までアメリカ国連代表部で講師参事官。 1979年から1981年までアメリカ国連代表部副代表。1981年に国務省を退職。ありがとうございます。